ばんは、編集長のマーキーです。今日はですね、プライドウィーク最終日ということで、これからパレードを見に行ってきます。すごいもう人がいっぱい集まってます。ちょっと見せますね。はい、プライドウィークが終わりました。すごいプライドロスです。ですね、昨日はパレードを見に行ったんですけど、いろんなことがもう話すとすごく長くなるし、ここでは話せないことがいっぱいあって、いろんなちょっとことがあってですね、なんかもう一箇所にとどまって見れなくて、それで一応早めに行って場所を取ってたところがスタートより前のところだったので、ちゃんとしたパレードの形になる状態じゃないのがこうしかビデオに撮れないような状態だったので、まあ初めてのプライドということでわからないことがいっぱいあってですね、ちゃんとしたビデオがなかなか撮れずに、もう本当になんかそういうちょっとバッドハプニングじゃないけど、そういうものがすごくいっぱいありまして、ちょうど首相がジャスティンが通った時に、友達がテキストをしてきて、でそれに返信をしてたらジャスティンがほとんどもう半分ぐらい行っちゃったみたいな、みたいな感じで、後からこう頑張って撮ったんですけど、後ろ姿しか撮れなかったりとか、まあそんなことがありました。モントリオールの本当にプライドパレード初めてだったんですけれども、何が違うかなって言ったら、台車がそんなに多くなくて、人はとにかくこう参加して歩いてる人が多いのにちょっとびっくりしましたね。だからもっと大きい町だから、すごい大きいこうフロートが来て、なんかもっとすごいわーってなるのかなと思ったんですけど、あんまりフロートはなくて、もっとそれにこう長く人がいっぱいこうわーっと歩いてるっていう感じのパレードでした。だからやっぱり地域色が出るというか、モントリオールはやっぱり人がメインというか、そういう感じがしました。で昨日はですね、一応ちょっとプライドらしい、感じを出したかったので、バンダナを買ったんですけど、このバンダナを半分に、三角で半分に切って、リストバンドと、あとこれちょっとここに持ってた帽子にちょっとアクセントで、ゲイっぽい感じを出していってきました。あと T シャツは、友達がコリアでゲイクラブを経営していて、その友達がT シャツをくれたので、それがすごく可愛かったので、それを着ていきました。こんな感じですねはい、まあ本当にこんなに人がいるんだっていうぐらいの人に酔う感じだったんですけど、ゲイプライド本当に楽しくて、でもあまりにちょっと疲れすぎちゃって、一番最後のイベントのティーダンスっていうのが大きいステージで公演のステージであったんですけど、それに行けなくって、友達がインスタグラムのライブじゃなくてストーリーですねに載せてたのを見て、ああ今行きたかったなとちょっと心残りでした。来年はぜひ頑張っていきたいなと思います。
というわけで、夏の終わりですかね。ちょっと寂しいです。本当にゲイプライドが終わってしまったので、はい、そろそろ本当にいろいろ冬に向けての準備を始めていきたいなと思います。というわけで、マーキーがモントリオールからお送りいたしました。今本当にね、撮りたいビデオがいろいろあるんですけど、まだちょっと、準備中なので、もう少々お待ちください。はい、それでは、また次回お会いしましょう。マーキーでした。